ちは、ゆきです。ダイエットリルズの皆様、お元気ですか？お変わりございませんか？私の今朝の体重はこちら。太ってるんよ。もうさ、5月に52キロ台になって、そっから順調に40キロ台に行くと私は踏んでいた。引っ越ししました。生活環境も変わり、そこに慣れるじゃないんだけど、毎日必死でね、ちゃんとご飯食べれてないよね。つまりおにぎりとかパンで済ませる日々になってる。しかも暑いやん。なぜかね、毎日炭酸ジュース飲んでるんよ。毎日よ。こんなのないない、今まで。それってストレス。大体わかってるんよ。そんな日々が1ヶ月半続いて、このままじゃダメだと思って動画撮ってます。ダイエットリルズ徴収しなきゃと思って。徴収？うん、徴収はお金やわ、間違えた。そうそう、皆さん、私がダイエットの案件1本やってるって前お伝えしたと思うんよ。それもさ、ちゃんとやれば痩せるって分かってるのにさ、この1ヶ月半また全然やってなくて、もうあかんやね。本当にね、怒られるっていうか、もう本当あかんよね。ということで、皆様、ダイエットまた頑張ります。私でね、さっきの体重のグラフをもう一回見てほしいんです。じゃん。体脂肪はむちゃくちゃ減ってるんよ。っていうのは、目的地まで今自転車で行ってるし、朝から晩までこうスケジュールが結構埋まってるので、動いてる距離とかも多いし、そりゃ痩せるよねっていう環境にいながら、食べてるものがジャンクな感じだからね、太ってるんよね。一番もったいないでしょ、せっかく痩せれる環境なのに。今日は久々に体重報告しとかないと、自分がこのままダラダラ太りそうで怖いと思ったからの動画です。だからまたみんなでさ、体重報告生配信を目指してなんかやろうよって思ってます。夏だしね。もう夏よね。もう痩せてなきゃいけないよね。おかしいおかしいおかしい。ということで、またチビチビダイエットやろう、一緒に。みんなはもしかしてもう成功して痩せてるかもだけど、私またリバウンドしちゃったので、チビチビダイエット頑張ります。今日はね、本当に短いご報告動画です。またどんな企画やるかとか、生配信いつ頃するかとか、思いついた時に動画にします。そう、インスピレーションがね、降りてこないとね、あかんタイプだから、まだ思いついてないの、うん。皆さん、熱中症と冷房病気をつけてね。繰り返しちゃうからさ、やっぱ怖いやん。ちゃんと水分とって気をつけてください。ではまた動画配信します。ダイエットリルズの皆様、元気でいてね。またね、バイバーイ。